日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、こちら堺名物ハニワプリンというものを食べたいと思います。うん、なんでも楽天で2021年8月12日付リアルタイムプリンランキング1位を取ったということですね。で、そんなに美味しいのかな、こちらのプリン。なんかこちらにそのハニワマスコットキャラであるハニワくんの年齢設定が書かれていて、それによると1520歳の散歩と食べ歩きが趣味ということらしいですが、うわぁ何年生きてるんだよと突っ込まれて作ったくなります。で、なんか今回食べるのはここに写っている中の真ん中下に書かれている定番フレーバー4種、プレーン、チョコ、かぼちゃ、抹茶、こちらの4つです。野菜も入っているのでちょっと体にはいい良さそうですね。では早速ご対面してみましたが、でこれじゃ見えねえよ。はい、中身はこのようになっています。とどれがどれなのかな、ちょっとお、マグカップに入っているんですね。しかも一つ一つがちょっとくぼみのあるハニワ風。このマグカップそのまま使えそうな気がします。大切に置いとこうかな。でなんかこういうタグがついてました。どうやらこの裏に商品の詳細が書かれているようです。わざわざ別付けで商品の詳細書いてくれるって結構親切ですね。こういうお店のやつだと詳細が書いてないことでかなり多いんですので、でもうどれがどれなのかな。今回物産展で出店してたのを見かけてたまたま買ったんですが、プレーンで使うようにカラメルが別添えに入れてくれています。しかしプレーンがどれかそもそもわからないんです。どれなのかな、どれだ、ちょっと待ってください。あ、多分この器の色とこうしてますので、はんと対応してますので、これがおそらくプレーンですね。まず開け蓋を取ってみたいと思います。おお、表面が香ばしく焼かれているように見えますが、本当に焼かれてるのかな。ではここに、はい、カラメルを垂らしてみました。結構色が変わったな。では、おー、トロンとしていてなんだか可愛さを覚えます。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。次はお野菜大事ということでかぼちゃプリン。そんなに香りはしないですね。それではこれもトローンとしてるな。続いてはチョコ。このチョコはチョコっとじゃない甘さってしょうもないこと言ってないでさっさと食べますね。なんか他より比べるとねっとりしてるな。ラストは抹茶。やっぱり緑色ね、鮮やかですね。はい、では歴史あるがためなのか、口中でとろけていきますね。それにそれぞれの味もちょっと弱いのもあるかな。そこは残念だったかもしれないけど、がとっても美味しいです。また違う味も食べてみたいですし、大きいサイズでも出てほしいですね。まず最初に食べたカスタードプリンはプリンそのものが、非常に滑らかで口どけがよく、とろっと口の中で溶けて甘さを広げてきました。でカラメルが結構苦めなので、なんか別方向からキシをかけるかのように苦みがやってきて美味しかったです。もうプリンだけでもお腹いっぱいだと分かってても食べたくなるような、そんな食感とろけ具合でしたね。で次に食べたかぼちゃプリン、こちらはかぼちゃの甘さがプリンとともに広がってきて、体にも良さそうな気持ちになれてよかったです。チョコプリンは他と違って上にチョコクリームがあって下にカスタードプリンが乗っており、だからそのまま食べるとチョコが濃厚な甘さの後にカスタードの優しい甘さが来て、混ぜるとそれ両者がうまく混ざり合ってまた違った味わいを出してよかったです。そして最後に食べた抹茶プリン、これはちょっと抹茶の味が弱かった気がしますね。もう少し抹茶の苦味や甘みが強くてもよかった、強いものが自分は好みだったかな。この中だと自分は、こ
ちらのかぼちゃプリンが素材の味を一番感じることができて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。またこういったプリン食べてみたいですね。今度はもっと大きなサイズでっていうのは贅沢かな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。